はい、朝です。朝はいつもこうです。おはよう、シャン君。おはよう。おはよう、おはよう。二人からなでなでしてもらわないと朝が始まりません。ポンちゃんは、ポンちゃんそろそろ日が当たらなくなってるよ。ついさっきまではね、そこでもぬくぬくでしたが、ポンちゃんここ空いてるよ今。ポンちゃん寝てます。複雑な感じになってるよ。ポンちゃん戻るのが遅くなっちゃったからジャン君先来ちゃったよ。そこ日当たってないね。あ、少し当たってんのか。ジャン君、なぜ足に挟まると安心すんの？ジャン君。ジャン君、それじゃあちょっとライブ会場に行ってくるね。はい、もういつものことだから待てるよね。はい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 。部屋にはエアコンつけて出かけるよ。今日はちょっと寒いそうです。明日の朝まで寒いって言ってたからね。はい、じゃあ行ってきます。出かけるためのコートの上にポンちゃん乗りました。今日はギターの上からこっちに移動ね。こっちの方があったかい？活かせないぞ行動の一つかな。ポンちゃん、うん、ポンちゃんもう行くよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君、ただいま。
さすがに今日は寒いので、ホットカーペットの上にずっといたんだね。そしてあ、ポンちゃんはこれつけといてあげればよかった。あ、いいか、今エアコンついてるからいいね。ポンちゃんはさ、このヒーター狙いでそこにいたでしょ、きっと。エアコンの方がいいよね。もうちょっとしたら、まおいママさん来るからね。で、ご飯だよ、きっと。